皆さんは突然ですがトマホークマッチというものをご存知でしょうか。いや、あの非常にこれデンジャーなものでして、あの心の楽屋のトイレにトマホークマッチというものがありまして、で異常時以外絶対に触らないでくださいっていうふうに書いてあって、僕はあのそれを見た時に誰か触ってくれんだろうなってちょっと期待したんですけれども、あの多分今日誰かトマホークマッチしてくれるでしょう。振動したところで火つくんですか、あれ火つくの、あ、俺なんかライターみたいな感じで火つくんでしょ。トマホークマッチってなんか名前かっこいいじゃないですか。初めて見ました、うん、いや、なんか俺もお花積んでたらなんかトマホークマッチって書いてあってマジか、触らないでくださいって書いてあるから、なんかこれダチョウクラブ的な振りかなとか思って、触るとなんかステージでなんかわってなるのかなとか、なんかすげえなんか期待したんですけど、うちだやれてないでしょ触ってから誰かやってくれますよ今日。まあ、そんなさっきの卵焼き何でしたっけ面白い話なんでしょうね。ごめんなさい、いやいや面白い話なんでしょうね。そこの街歩いてましたら、何ていう名前でしたか、ね、文化通り、文化通り、文化通りで歩いてたら、なんかね、あの八百屋さんですかね、そこで惣菜を売ってまして、その卵なんて卵だっけ、だから忘れたんだよ。ジャンボ卵焼きで、なんかご時世でもなんか取り上げられましたみたいな、なんかすごいでかかったですね、あれね。さっき食べたんですけど、すごい美味しかったですね。はい、美味しかったですか。どうしよう、この空気告知、そうですね、告知しましょうよ、せっかく。いや、だから面白い話じゃないじゃないですか。ちょっと告知お願いします。ですね、我々は爽やかグランドセンセーション7月の21日、仙台の長町リプルで、ライブやらせていただきますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの辺見に来てくれたら嬉しいです。あの来るたびに小笠原さんが1枚ずつ抜いていきます。そんなサービスむしろいらない。俺も見たくないっすわ。じゃあ、次の曲いってよろしいでしょうか。次の曲は、セクシャルなビデオから出てきた熟女とラブコメを繰り広げるという非常にオリジナリティあふれた、そういうあの前衛熟女という曲をやります。で、まあ、何が嫌かっていうと、今日はあの動画撮ってるんですけれど、あの、まあ、小笠原さんが YouTube にアップして小笠原チャンネルってあるんですけれど、まあ、見てください、皆さんも見てください。ただあのうちの母ちゃんも見てるんですよ。でうちの、うん、やめてうちの母ちゃんの前でなんか田園熟女をやるのが嫌なんですけど、すごく恥ずかしい。頑張って作ったんだけど、多分あカメラあれでしょ、あれでしょ、そうそう、 あれで見てるんですよ。あの告知もしてないのに、なんか後でダメ出し LINE で送ってくるんですよ。あの田舎の母ちゃんが、もうやりたくないんだから、なんか新曲作ってごまかそうかなとか思ってるんで、多分田園熟女やるのが今夜が最後なんで、皆さん、見納めにしてください。じゃあ最後の田園熟女聞いてください。
で最後の曲です。じゃあ小笠原さんのうなるベースからやめろって言われると言いたくなるんで、今日はいつもの3倍うなるベースからやってもらいます。じゃあ小笠原さん、うなるベースをくれよ。最後の曲です。どうもありがとうございました。Thank you.